あ、書きました。はい。岩手県山田町さんのホヤと、宮古市さんの焼きウニと、岩泉町さんのヨーグルトです。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、こんにちは。長野インターネットすごくと申します。はい、はい、こんにちは。こんにちは。今日は、長野県は上田の宇野町に来ております。今日は宇野和さんで、ホヤ塩ラーメンということで、開催しております。はい、そこの、一緒のスタッフの方に来ていただきました。はい、すみません、自己紹介お願いします。はい、私は岩手県の、はい、三陸沿岸のちょうど真ん中辺ぐらい、はい、山田町っていうところで牡蠣とホタテの養殖業をやってます、はい、養殖やってるんですか、ね、はい、中村と申します。中村さん、じゃあ今日のホヤは、中村さんが作った養殖、はい、そうですね、まあ、養殖っていうとその、まあ、定期的にこう確実にこう育っていくっていうイメージがあるんですけども、はい、天然物とどう違うんでしょうかね。はい、ホヤに関しては天然はちょっとえぐみが強いのかなっていう感じ。えぐみの方が強いです。えぐみ、はい、なんで養殖はちょっと天然物よりはあっさりしているので、うん、苦手な人でも食べれるホヤが提供できると思います。ただホヤって鮮度がもう1にも2にも鮮度が大事なので、もうそれを取り立てを取り立てすぐ、すぐ滅菌海水で処理して今日は持ってきました。今日は塩味だったんで、はい、すごくあっさりしてたんですけども、今日は 何のだあの出汁だったんでしょうか。今日 何の出汁なんでしょう。出汁は何なんですかね。お出汁は豚ガラと飛び入りの、はい、お名前、ね、あ、カフェオンハートの佐々木と申します。今日のシェフです。あ、シェフさんですね。はいはいはい、ご苦労様です。お疲れ様です。じゃ詳しくじゃあお聞きしましょう。はい、今日のお出汁は塩ラーメン、はい、どんな材料を使っているんでしょうか。はい、出汁はですね、豚ガラと、はいはい、カツオと、あとは干し昆布です。豚ガラ入れないともっとあっさりしちゃうので、はい、はい、そうです、ちょっと豚ガラを加えて、はい、ちょっとコクと深みを出した感じ、はい、今日の、まあ、ホヤも入ってましたけど、はい、あれこう縦に刻んであるやつがそうなんですね。そうですね、はい、食べやすいように生をそのまま乗せるんですけど、あったかいスープに乗せるので、最初はこう生みたいな感じ、次こう食べていくとレアで、最後の方はこうすっかり火が通ってこうコリコリの食感です。いっぱいで3回美味しいみたいな感じです。はい、いつもどんなお料理を作ってらっしゃるんですか。うちはもうカフェなので全然、これはもううちの夏の定番メニューになってるんですけど、はい、どこでやってるんですか。岩手の宮古です。一緒に来られたんじゃないですか。はいはい、一緒に、はい、ご苦労様です。こういうところで、はい、まさにその産地直送ということなんでしょうか。そうですね、はい、今後どんなお店にしていきたいなんて希望あるんでしょうか。そうですね、まあ、地域にも愛されたいですし、こうやってせっかくいただいたご縁なので、こう行ったり来たりがねできて、島民の方からも宮古の方に来ていただければ、そういう関係性は気づいてきています。はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お忙しい中。すいません。ありがとうございます。はい、そして中村さん、はい、今日のホヤがなんと生で出てるなんて知らなかったんですけど、まあ、さっきみたいな人のつながりで、はい、本当に今回のホヤだったりとか、まあ、牡蠣やホタテもお取り寄せいただいているので、本当に人のつながりで感謝しています。じゃあもし何かホヤを食べたいときは直接連絡取ればいいんですね。はい、ぜひ三次丸牡蠣ホタテ基地っていう EC サイトがあるので、はい、ぜひお取り寄せしてください。わかりました。牡蠣ホタテ基地で検索です。はい、なるほどなるほど。そして、まあ、どんなこう養殖場をこう作り上げていきたいっていう希望は何かあるんでしょうか。まあ、もう僕はもう本当に震災11年経って本当に全国の皆さんから支援で今こうやって漁師が続けられてるっていうのがあるので、
本当に感謝です。本当にただただ感謝で、今これからは本当に逆にいろんな人に恩返ししていきたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。長野以外にもこう行くところってあるんでしょうか。そうですね、ありますね。あ、じゃあ全国をこう親を、そうですね、本当に食べていただけるように、まあ、作ってるのが専門なんですけども、消費者の皆さんのところに直接行って直に美味しいっていう話聞くのが一番の力になるので、本当にありがたいですよね、はい、ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ご苦労様です。はい、美味しかったです。はい、良かったです。ありがとうございます。